村優の独身飯。先生をお呼びしたいと思います。山ちゃんどうぞ。寄ってるし、ね、先生とか Y 氏とかじゃなくてよくないですか。徐々に露出していくね。行きましょうよ。はい、ね、はい、今日の料理は、今日の料理はチャーハンです。チャーハンはもう簡単でしょ。僕から言いましたら、はい、皆さんがお家で作ってるのは、はい、チャーハンではございません。炒めご飯です。炒めご飯いいね。先生大きく出たね。あのパラパラ感が家では出ないっていうのは分かってる。 それをお家でもできるように伝授いたします。やっていきましょう。独身飯、今回の材料、これでいいの？はい、今回材料、あのなんかお家にありそうなもの、はい、はい、なんかこんなん余ってそうな感じのやつを、ある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 、用意しました。チャーシューとかでもいいですし、はいはいはい、なんか好きなの入れてもらって大丈夫です、うん、チャーシュー。あとはこれネギですね。ネギ、はい、みじん切りですね。これがみじん切り、ね、はい、そうなんです、はいはい、これを入れないとチャーハンではございません。お、早速いきますか。じゃあはいはい、はい、じゃあ卵1人前ずつ用意しちゃいますんで、また先生講座やってくれるってことですか。もちろん。あざっす。はい、余裕でできるようになってきた。なんか余裕出てきた。できた。はい、できた。準備できました。はい。はい。独身飯。だいたいね、この部分だけ見ればだいたい皆さんあの作り方多分できると思う。この後僕やりますけど、ここだけちょっと見とけば皆さんうまくできます。ではですね、チャーハン作る時のコツ、はい、準備をちゃんとしておくということです。調味料と具材をあらかじめ用意しておきます。ご飯はちゃんと別のところに用意しておく。卵も用意しておく。で、具材で、調味料もできればすぐに使えるようにこう用意しておきましょう。一番皆さんが失敗してるのは多分ここじゃないかと思います。料理をするときは全部準備が大事です。では早速いきたいと思います。はい、スピード勝負ってこと気づいちゃった。はい、そうなんです。卵料理はスピード勝負です。油はい、すいません。準備が準備準備準備があれば何でもできる。ありがとう。それではやっていきたいと思います。はい、ちょっと乗ってきちゃってんだけど。卵料理やるときは油をよく熱してください。はい、結構ね、煙が出てくるぐらいがいいってことですよね。そうです。はい、では温まったのでいきます。はい、はい、ここから勝負です。卵を入れます。油のたくさんあるところに入れてください。混ぜます。このときにもうご飯は左手に持っててください。はい、ここで入れます。ここで一回でひっくり返してください。で、あとは細かく返していきます。ここぞとばかりにうまいんだぞっていう、なんか水つけてません？大丈夫ですか先生？大丈夫です。はい、玉ねぎを入れます。はい、では具材を入れます。で、味をつけます。ちょっと熱いの？あ、味見か。はい、では、最後に、そうです、お醤油です。醤油、最後にお醤油を入れますと。これ味ついてんのか。付いてます。盛り付けます。はい、ではできました。早っ。独身飯。それでは、はい、北村がやってみたいと思います。はい、はい、はい、さあ一回パッと振り出そう。はい、はい、じゃあネギ行こう。ネギ、はい、ネギ、ネギだけね。はい、はい、もう行きましょう。はい、
はい、では味付けです。はい、はい、本当に？じゃあ最後は醤油で、あのね、わしにこうやって入れるんですよ。おー、はい、入れましょう。絶対美味しい。はい、完成。はい、独身飯。はい、というわけで出来上がりました。出来ましたー。はーい。やっぱ彩りがやっぱ違うんだよね。比べると違いますね。違う。うん、食べてみます。まあ自分のから。だけど味はね、間違いない。俺うまい。美味しい。うん。上手にできた。うまい。じゃあ先生の。はい。じゃあ食べてみます。分かった。先生の方が、まあ、食材一個一個に対してちゃんと味ある。なんだこのさ、卵にもちゃんと味あんの。なんなんだろう。なんだ、炒め具合かな、やっぱり卵のかな。やっぱ俺のなんかまばら、よく混ざってない。うん、うん、まあそんなこと言ってもですね、味付けは若干先生と違いますから。まあ今日うちのね、ミューズエンタープライズ所属のね、俳優隅田静也がね、今ちょうど来たんで、せっかくなら食べてもらおうかなと。どっちが美味しいか判断してもらおうかなと。こんにちは、隅田静也です。じゃあ来たね、たまたま来た。たまたま来ました。なんかチャーハン作ってるじゃないですか。初めて。初めまして先生。はい、どうもこんにちは。食べてもらおうかと思って。素直なコメントをもらえるように、はい、まずこちらから。こっちの方が彩りとりどりですよね。え、同じ味付けで。味、いや、ちょっと人によって違うけど。ああ、なるほど。うん、まあ、普通に美味しいですよ。うん。どうした？わかりました。わかった。断然こっちが美味しいですよ。いや、本当に。いや、もう口の中入れた瞬間にもう、あ、チャーハンだってなって。いや、本当に。じゃあ、こっちはまずチャーハンだ。これ、まあ僕の方が多分上手だと思います。なんか、俺まだ言ってねえから。どっちが俺か言ってねえから。あ、そうなんすか。絶対なんか言ってねえから。食べた瞬間、なんかもうこっちがチャーハンだったらさすがプロ先生ですから。そう思ってました。決めつけるな。あ、ほんとですか。ごめんなさい。決めつけるな。ごめんなさい。なんだよ。まあそのまんまですよ。こっちが北村ですよね。ですよね。ですよね。早いんだ。でも僕の方がゆうさんより上手に作れる。よし、今度勝負しよう。シュズヤのチャーハン対、あ、もう教えてもらう。俺が伝授して、先生に伝授してもらったチャーハンで勝負だ。罰ゲームありで。罰ゲームあり。いや、もうまた、ほんとに全部罰ゲームじゃないですか。そうね。じゃあ、シュズヤくんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで味は一目瞭然というね、ところでなってまいりましたけども、引き続き頑張っていきたいなと思います。はい、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。以上、北村優の独身飯でした。ありがとうございました。